はい、どうも、まみゆです。マリオストーリー第16回目です。前回はですね、パレッタを仲間にして、ここでセーブをしたわけです。はい、それでは、砂漠、この後砂漠を行ってね、カラカラタウンという町に行きたいと思います。でもちょっとその前に、このように、パレッタで行けそうなところを回ってから、カラカラタウンに行きたいと思います。まずねパレッタを使ってパレッタで行けそうなところを行きたいと思います。地震アタックですね。ハンマー、地上にいるモンスターに、2ダメージか3ダメージかな当てることができる、ものです。あのトゲ、そうですね、こいつですね。こいつにも効く、技ですね。あとどこ行ってたかな。とりあえず今パレッタですね。こことか、行けるんだよ。よいしょ。あ、これゲーハですね。ゲーハといってね、まあ、一応敵なんですけど、どっかで見た顔。なんか、このゲーハーですね、手配、クッパに手配書をもらって、マリオを倒せというね、ものを頼まれてたらしいんですけど、今戦うと絶対にやられてしまいます。ので、この今3択あるんですけど、マリオ、ルイージ、ピーチという3択があるんですけど、名前なんつだって言われましたが、ここはルイージでいきたいと思います。マリオだと一発でアウトで、ピーチだと今捕まってるんで絶対ダメなんで、しかも女だし、とりあえずルイージで逃げとくますね。絶対今の体力じゃ勝てないんで、レベルアップしてまた戦いたいと思います。あれ、パレッタってここまでしか使えなかったっけ。まあいいや。ここからは砂漠です。ここからは確かパレッタはなあ使えなかったんで、使いようがないので、これチャールズというね、あのカメキの憧れの人ですね。同じあのカメキの住んでるのこのこタウンだったかな、そこに住んでます。あと一部修正です。今までの動画の中にですね、あのマリオの住んでいるところをあのノコノコタウンと言ってしまいました。訂正します。あの本当の名前はですね、キノコタウンですね。すいませんでした。マリオの住んでいるところカメキと一緒じゃないですよね。すいませんでした。まあ、あと少しですね。はい。この、ヤシが見えると、もうあと少し、ということですね。確か、ここの下、行くと、オアシスが、何だったかな。何かあったな。はい、着きました。カラカラタウンですね。はい。ん？なんだこれ。チューさん？紫中さん。とりあえず、ショップに入りたいですね。お出かけ中、え？店長か、あれ。ここはあれか。キノピアハウス。ん？いや、ちょっと待って、ここなんだ？これなんだ？あ？マジないし、アデールだかな、そいつの妻かな。金はあるけどまだいいっすね。まあまた今度。とりあえずさっきのあの変なネズミ
紫のネズミをちょっと追っていきたいと思います。なんだ、花がいったの。待って、いなんもねえのか。ショップはね、あまりやらないんですが、あ、コインが落っこった。なんかあんのかな。あ、何かあげる。と言っても持ってねえしな。もらってっていいもん。卵やる。え、何やろ。眠れるよいかでもやるよ。なんだ。何があんだ。いや、タンコブやるよ。カラカラ砂漠についてまず行っていきたいと思います。砂の下には空にある星よりもたくさんの秘密が埋まっている。伝説のアラビン遺跡もその中の一つ。ロレンチ親分って誰の他には誰も知らない。まあ、とりあえずあのね、どの持ち物使う使わん。てか、さっきあげたよな。ひどいな。やべ。カラカラ砂漠な。さっきにあげときゃよかったな。さっきのアラビン石、調べておけばよかったな。どうしよう。なんかなかったっけ？まあいいや。とりあえず、聞き込みして。行ってみましょうか。絶対めんどくせえな。おっと、こことか。なんだここ。あ、ルビーしか。ああ、なんかあったな。ピノキオタウンになんか、ありましたような気がする。あったような気がする。音楽のとこがあったんだよな。サボテン。南三つ、西三つ、二つ。今度行ってみましょうか。あ、出ましたね。この人。ハテナムシ。クイズですね。クイズを出すのが好きです。いろんな村に、出てくるので、やってみたいと思います。星のかけらをね、正解すると星のかけらがもらえるようです。しかしもう時間ないので、次回やりたいと思います。では、それでは、ご視聴ありがとうございました。